源の呪霊役の広瀬すずです、えー、私自身は台湾にまだ行ったことがないんですけどだらしい地で台湾の皆さんが大好きな野田さんと一緒にステージ立てることをとても光栄に思っておりますぜひ Q 楽しんでください私自身がその野田マップ Q が初舞台だったので どんな感じなのかどういうあれなのかあんまり実感がないというかすごいありがたい嬉しい経験だなっていうのは感じているんですけど野田さんとそして先輩方についていくのみなので <laughs> またあの日本だけじゃなくジュリエとして生きる公演があるのはすごい楽しみだなっていうのが率直な 今の気持ちです最初ワークショップっていうもの自体があんまり得意ではなく私自身が行っておいでよみたいに事務所の方に言われて「うん行っていきます」みたいな感じだったんですけど「帰りめっちゃ楽しかった」みたいなこうワークショップのイメージがガラリと変わるほど特に印象的 で、それをやった後に多分「Q」の前にやられてた桜アナの舞台を見に行ってなんか最初あそこからこんな風な世界が広がるものなんだとまたこう人が作ってるって思うと感動してで、でまたたワークショップ行っっちゃったんですよね <laughs> 言われてそうだクイーンだったって思い出したほど私の中では。 なんかこういろんなローミオとジュリエの,なんかあの4人の感情がすごくかき乱される瞬間に音楽が入ってくるイメージがなん勝手に自分の中であってなのでなんか、うん、クイーンの歌だってよりもローミオとジュリエの4人の感情を表現されている楽曲っていう感じのイメージでもうすごく収まってたので。 三年ぶりにクイーンの曲ですって言われるとそうでしたって <laughs> 一番忘れちゃいけないことをなんか当たり前のようにこうある意味ジュレとして肌に馴染みよく咀嚼できているのでそうでしたねっていう感じです <laughs> こんなにかっこいい人なのってびっくりしたくらいなんかこうステージに立つ松さんの姿とまた裏の 座長の松さんとなんかかっこいいなってずっと思っていて憧れもあるしすごくリスペクトしている先輩ですし本当に初舞台が一人の役だったら割と自分でこう解釈して生み出していってっていうのをある意味同じ役だからこそなんかこう松さんのトーンに引っ張ってもらえるというか割となんとなく絡みがずっとあるじゃないですか。 そういういのも含めて本当に心強かったです。私のイメージやっぱ野田さんの結構時事ネタが多いというかそれがすごい好きなんですけどまた日本と多分海外も違うしその壺とか店舗感となんか度合いとか分かんないんですけどそういうのをでもどういうふうに作られていくんだろう。何が受けるのか、 楽しみだなって思います。人の心とかその。最後の松さんのお手紙のシーンとか言葉の表現としてはきっと伝わると思うんですよ。そのなんか笑いが起きる瞬間とかなんか思考回路がどういう風うに共有できるのかなっていう。なんか、また違う世界を本当味わうような気持ちで楽しみだなって。 思いますね、そのやっぱ反応があって自分たちもいろんなこう引き出しができたりとか自分の心だけで表現し続けていたらきっと生まれなかったものであったりとかいいようになっていかない方向になんか進んでいきそうなのがあ,あの生ものだからこそ素敵なんだな好きだなって思えたので野田さんは野田さんのあの勢いと。 んとこう弾けるエネルギーでやっぱ届けていってほしいなというかそこに今回参加できるのはすごい頑張りたいなって思う思いますね。